焼いてみるだけ、やみつきみぞれ鶏を作ります。大根の皮を剥いてすりおろし、水、醤油、みりん、砂糖、だしの素を入れ混ぜ合わせ、鶏もも肉を一口大に薄切りしてポリ袋に入れ、塩、胡椒、片栗粉を入れ袋を振ってまぶします。フライパンに油をひいて中火で熱し、鶏肉の皮目を下にして並べ、焼き目がついたら返し、弱中火で2分蒸し焼きして、大根を入れ全体をさっと混ぜ、中火で2分ほど煮込みます。煮込み終えたらお皿に盛り付け、刻み小ネギを散らして完成です。ジューシーな鶏肉にたっぷりの大根おろし、だし醤油の味付けがやみつきになる美味しさ。調理工程も簡単で、体の芯から温まる美味しいレシピですので、ぜひ作ってみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。